はい、えー。皆さん、こんにちは。うちでございます。えー、夏芸雑談いきます。えー、1990年12月発売のソートですね。えー、ヨーっていうのが来ましたけど、えー、これシステムハウスアウさんなんですけども、えーと、ちょっと私ね、あの、気になったのが、えーと、これたまにニューシステムハウスアウさんということで紹介されているのと、システムハウスアウとして紹介されているのがあるんですよね。えー、これね、あの、やっぱり、ね、あの、ソフトハウス名にさん付けしちゃダメですね。<laughs> あの、 システムハウスオールの場合は、オウさんがね、<laughs> もうあのね、もう有名なあの、ね、王貞治さんみたいな感じになっちゃうから <laughs>、ちょっと失礼だもんね。あの、このシステムハウスオウさんね、あ、また言っちゃった。<laughs> もうさん付けするのが癖になっちゃってね、システムハウスオウなんですけど、どっちがどっちなのかなってニュートつくのとつかないの、何が違うのかなと思ったんですけど、別段違いはないみたいですね。 ただどちらが正式名称なのかっていうのは分からないのでというよりシステムハウスアウに関してのあのー、何でしょうえー、っと皆さん大抵個人のページが、えー、それに関して考察をする考察というわけではないんですけど説明してるページばかりなのであのー、ね やっぱり個人の方が説明しちゃうとどうしても寄っちゃうのでねあの、その個人の方の考えにね。まあ別にこれはニューがつくかつく前か、夜寄らないってないと思うんですけど、<laughs> えどこまでそんなすごいんだ、そのニューがあるかないかで、そのすごいのかって言われると、いや、多分すごくないですよっていう感じなんですけどね。えっ、ー、とまあ、そんな感じで、そのウィキとかでもあればいいんですけども、ウィキにもないレベルなので、うん、なんとも言えない感じなんですけどもね。 えー、RPG です、えー。値段、定価不明の88マークツエサーリコで画面も全然揃ってませんので、まあ、RPG、ただ、ヨーコっていう名前からするとちょっとスケベなんじゃないのかなと思うんですけど、あ説明ついてね。このゲームの主人公、ヨーコはある日ふと立ち寄った古本屋で珍しい本を見つけた。それは中が真っ白なページばかりという本であった。えー、ただ、最後のページには1枚のメモがあり、何やら訳のわからないメッセージが書かれていた。ヨーコは何気なく、 そのメッセージをつぶやくと今までいた本屋の中とはまるで違う光線が光景が目に飛び込んできたそこはなんと宇宙人の残した ののの快楽装置の中だったのだやったやぱそうか、えー、というすごいストーリー。プレイヤーはヨーコになって群がる敵を倒しながら快楽装置を止め、そこから脱出する。各ステージをクリアすると、ヨーコのエッチなグラフィックが、やっぱそうなんだね。<laughs> 快楽装置って <laughs>、またなんか漢字並べてるからもう、なんかすごい装置なのかなと思も思うんだけど、まあ快楽装置なんだね。えー、と、あとね、このスクロールバーが結構、えー、と短いので、 あのかなり、まあ、結構な量はあると思いますね。今回は12月だけで、えワ、ー、ンパートを使えそうです。えー、次は行きましょう。ドラゴンナイト2、エルフ、アマータな、あー、12月はそうなのか <laughs> えっと、RPG ですね。7800円の、おっと待てよ、と。88マーク 2SR 以降ですね。これ大丈夫なの露出だけかなちょっと際どい格好だけなのかなしかし、絵のグ,グラフィックがめちゃくちゃもう、やっぱり良くなってますね。 えー、超ヒットのドラゴンナイトの続編え、ドラゴンナイトなんてあったのもうすでに。えー、今回の舞台はフェニックスと呼ばれる小さな町。えー、ここは昔、魔女の一族とドラゴンナイトの一族が壮絶な戦いを繰り広げた伝説の町と。今では魔女もドラゴンナイトも姿を消し、人間だけが住んでいると。えー、ただ、町の北に建てられた魔女の塔だけが過ぎた日の戦いを 語っているかのようだったところがある日この町に魔女の一族の血を引くメサーニャという女がやってきた彼女は魔女の塔に立てこもり町の少女たちをモンスターに変えて塔に閉じ込めてしまったというわけで彼女たちを救うべくプレイヤーはモンスターとなった美少女たちの下心の一撃を加え美少女たちにか <laughs> 下心の一撃を加えついでにいたぶるというアドベンチャーいたぶるんだね次もそうなのかな天とちと こおおコナミ。えー、SLG ですね。天と地とってあの天と地となのかなあ、なんか違いそう。私勘違いしてるね。えー、SLG です。しかも、ここは書店って書いてますね。うん。あ、あれ、店長食らうか。<laughs> 私勘違いしたの。えっ、ー、と、定価不明の88マークツ SR 以降ですね。うわ、なんか、すごい本格的な感じしますね。 98番からの移植制作費50億円と言われた超大作映画のあ映画の方かゲームか主人公の上杉謙信となって天下を取るシミュレーションゲーム合戦シーンがリアルで武将城のデータなども細かく設定されているさらにイベントが豊富なシミュレーションとこれでも今ゲームと映画だったらどっちの方が金かかってんだろうねゲームもめちゃくちゃかかってんもんねもう奥なんか当たり前でいくもんね子供の頃なんか映画で奥言うたらすごいなっていうイメージがあったんですけど 今なんかね、奥なんか、1000万の10倍だもんね。まあ、それは当たり前なんですけど、<laughs> 1億というとね。うん。ですから、億ぐらいでできるのかなっていう、今、感じがしますね。この、今の CG とか、まあ、ゲームのあれを見てると、何人絡んでんのって、延べ人数何人かかってんだろうって、みたいなね、感じします。あ,あれ、本当延べ人数を高数でかけたら、どえらい時間になるんでしょうね、きっとね。ああ、さ きたきた信長ネば武将奮録ですね。えー、公営 SLG ですね。ええー、と、えー、いや、高 !12,800 円しますね。まあ、三国筒の12,800円り安いと思いますけど。えー、二十山靴江さんリーい声ですね。ええー、と、戦国軍優でのあとかこれでいいのかなああ、九州まで入ってるけど、北海道入ってんのかなこれ。これ、東北だね。北海道は入ってないかな まああのー、太古離四年でも、あ、太鼓離四年5ね、太鼓離四年ブでも、北海道は本当に函館と、函館くらいだっけ、何しかなかったよねえ。安土桃山時代の文化や芸術の面を切り口にして、戦国時代をよりリアルに再現した信長シリーズえ、文化の切り口とは、例えば鉄砲を購入したくとも、商人と親密な関係にならなければ売ってもらえないと。 そのため茶会や茶器の収集を通して教養を高め商人と付き合っていかなければならないまた技術力が伸びれば、えー、と鉄鋼専門も検討できるようになると戦闘では時間の経過や天候の変化鉄砲による、えー、長距離攻撃などの要素があるまた海戦も加わり戦いのステージの幅も広がったええー、<laughs> あの提督の決断だっけあれではないんですけどそんなに複雑になったらちょっとねちょっとねやる気がそがれちゃうんですけどね まあこれ時間大丈夫ななのかないやそれはね一旦一月だったらこれできないんじゃない一旦一月じゃないのかなこんな営業までしてやらないといけないとなるとね営業もして軍備もして内政もしてってなるんでしょそりゃほんともうちょっとねあんな1ヶ月い一旦1ヶ月、うん、1回。 あ、何言ってんの私。えっ、ー、と、1ヶ月いったんか。えー、とかいうレベルじゃ、もうすぐ年食っちゃうよって思うんですけどね。うん。あ、これはでも90年だったんだね。不運6は。まあ、90年年のせだね。うん。じゃあ次行きましょう。ミラーズ。ソフトスタジオウィング。なんかやばい気がする。あ、やばいんだ、これ。これミラーって書いてんのかなあ、ミラーズか。おお アドベンチャーですねソフトスタジオウィングっていうとちょっと良くない気がする。良くないっていうのはそういう意味じゃなくてちょっとスケベーなね。<laughs> どういう意味なんだろうね。<laughs> そういう意味じゃないってね。あこれ女性男性女性だよね多分。アドベンチャーってなってますね。ただ、このスーパーインポーズに、まあ、スーパーインポーズスーパーじゃないかこれ。これ字じ,じ,じゃないもんね。これ多分画像だよね。うん、なんかちょっと。 ちょっと手抜いたなみたいな感じがするでもないんですけど。定か不明の 88MC 以降ってことは FHU だな私はできないんだね。うん。あ CD だわ。あら。ソフトスタジオウィングが制作した88番 CD r o m ゲーム唯一のオリジナル作品。88CD r o m ゲームの唯一のオリジナル作品。あオリジナルね。 ああ自分で制作したとこでと、反射ではなくてということか。えー、主人公ディビットが、あ、これディビット男の人か。ああ、女性かなと思っちゃった。えー、ディビットが夢を見るために昔の記憶を思い出していくというオカルトアドベンチャー。CG ロムの容量を贅沢に使った画像の多さと、音楽の地の高さは一見の価値あり。あ、ごめんなさい、スタジオウィングさん。<laughs> そハハスタジオウィングさんごめんなさい。スケベーなやつと思ってました。ああ、違うんだね。後半のやつなんだね。ごめんなさい。間違えてるたいですね。えー、じゃあ次ちょ、あ、ダイナソーは。おえ ああこれダイナソー <laughs> 私やったじゃない、えー。日本ファルコムですね。RPG。えー、これ1990年だったんだ。88マックス SR 以降ですね。ああこれやったよ、えー。ファルコムから発売された待望の作品。えー、戦場を求めて誘いの旅を続ける一人の傭兵がいた。人は彼の名をアッシュ。そうだ。そんな名前だった。 本当、キャラクターが全然ない人なんで、喋らないんで、この人ね。あしってると、彼が戦いで加担した軍は必ず負けるという。だが、どんなに壮絶な戦いでも彼だけは必ず生き残るという、灰をまくものを意味する。彼の名があだ名かどうかはともかくと。不気味な噂とと,ともに彼の名は知れを渡っていたと。道しるべを求めて吸い寄せられるように、ある町にやってきたアッシュ。その地で,その地で彼は新たな試練を受けようとしていたというストーリーと。 プレイヤーは足となるパーティーのメンバーは5人でゲームが進むと修道層や魔法使いらが仲間に、えー、伝わってくるあ。加わってくるだろうね。えー、メンバーはそれぞれ戦闘によってエクスペリエンスを上げていくが通常のレベルと、A A、エクスペリエンスの他に剣や魔法、拳などああ、そうだ、技能値というものが個別にあるんですね。これらの技能にも経験値があって一定のレベルに達するとレベルアップし新しい技能を覚えると。それぞれの技能の あそれぞれの技術の種類が非常に豊富なのが特徴。画面は 3D 形式のマップでえ移動方向は画面中の,画面中の方位形でわかると。登場キャラはモンスターを含め全てカードで表示される。各紙で、えー、良識が通用しない裏ダイナソーというのがあると。ああ、この方、ダイナソーやってないんですね。きっと。<laughs> あの特徴が切れすぎるも。もうね、本当にあのうん。 あの本当にあの、なんだろうあの、やらそうっていう感じのね、いいじゃない、これって思わすような内容になってますね。えー、これね、もしあの私が実装、実装じゃない、実装指導する、えー、実況してるんですけども、知らない、知らないとご,、えー、ご存じない方は、えー、とよければあの見てください、ただ私、器用じゃないので、あのリンク貼ったりはしませんので。<laughs> あのね、もう本当そういうのは私苦手なのでね、あのうん、あ一応ね、ダイナソーああ、じゃあやってますんで、えー、もう気合いがもしあ,るおおらあ,れるあられるのであれば、あられるって、あれだけどあの、たどり着いてみてください。もうただでさえ、私の動画拾っていくのは大変だと思うんですけど、<laughs> 検索するのは、検索で当てるっていうのは大変だと思うんですけど、ね、一度ね。 あのダイナソンやってますんでこれねもう語りだしたらもう気にがないんですけどこれもでもあれだったね皆さんに教えていただいて解けたゲームのうちの一つですねほんとこれあの皆さんとのやり取りは楽しかったほんとにあのただねあのほんとねエンカウント率すごいんですよもう,もうあのねドラクエ3だっけあの砂漠のところでね黄,黄金の爪だっけあれを持った瞬間に匹敵するぐらいありますね もう、それが常に常時です。もう、2歩くらい歩いたら必ずと言ってほどね、えー、なりますんで。あとこれね、ファルコムさん、あの初めてですかね、この 3D 迷路みたいな。で、この後出てないんですよね。あのー、3D 迷路系が確か。っていう話を私聞いてたと思うんですけどで。やっぱりかなりね、攻め込みすぎたと思うんですね。やっぱり得意な分野は伸ばしていく方がいいのかなっていう気はしますね。で、えっ、ー、とね、この技能職もね、この技能っていうのもね、あの限界値があります。 ですから、あの例えば、あ、ここにはいないね、あの僧侶の、僧侶の人ね、僧侶の人が結構、文母両土なんですよ。ですけども、あの人は、えっ、ー、と、拳はレベル上がるんだけど、拳と僧侶はレベル上がるんだけど、えっ、ー、と、あれが上がらないんだよね、県とかがねもう上が、やっても上がらないっていう感じなので、あの、やっぱそこら辺が決まってるんですよね。えちなみにこの方ね、かわいい顔しますけど、男の子ですね。えー、男の方なので。 で、この人は盗賊系かな。うん。あ、で、狼男なるんだ、この人。そうそうそう、そんな感じでね。えっ、ー、と、これは表なんですけども、あのー、なかなか。えっ、ー、とー、うん、まあ、なんとか解けましたね。もうやばいかなと思いましたけど、ただ、このゲームのね、いいところはね、あの体力の回復が楽です。 その場で休憩っていうのができますので、休憩してると体力が確かね、皆さん回復していくので、あのー、宿屋に帰らないとっていうのはないです。あと、レベル、宿屋が、宿屋の意味はレベルアップするための、うん、レベルアップするのに宿屋に行かないとしなかったはずですね、確かね。で、裏っていうのがあって、えっ、ー、と、私は裏やってないんですけどね、一遍見てみたいなと思うんですけど、あのー、キャラクターも全員変わるんでしたっけえっ、ー、と、アッシュさんは変わらないのかなそれ以外は変わるのかなあの、かなり序盤から、序盤で裏に行きますんで、 えー、確かね序盤のね一発目の迷路で裏えっとある法則を使ってある回り方をしたら裏生けるんでしたかねで裏はかなりあのまあ、パーティーメンバーも変わってかなりあれですよねえー、っと何て言うのあのなんかねブラックっていうか暗い世界って聞きましたねまあこのゲームでゃ暗いですけどねまあ主人公のアッシュさん全然寡黙すぎて何も言いませんからね っていうのもあるんですけどちょっと長くなってししままいましたけどねでちなみにこれ6 5 5 3 5ムも貯まってますのでもうこれいっぱいいっぱいだねまあこれもあのここは16ビットの数値でもう満タンっていうことですねうんですからねこのダイナソーはねもしやりたいなっていう形でやってみるのもいいと思いますけど大変ですよ <laughs> あの謎解きは少ないですただただエンカウントが エンカトと、意外にね、あ、意外というかね、ファルコムさん、あ意外という意味じゃファルコムさんとは思えないぐらい、えー、っとね、あのー、警戒感がないです。うーん。あのね、もたくたししますね。うん。処理自体はね、悪くないんですよね。おそらくその、やっぱりね、技術力あるファルコ,様なファルコムさんなんですけど、ロードとかで遅いとかいう感じではなく、その戦闘とかのね、 戦闘シーンとかでも、ちょっとなんかもたくた、もたくただなあと、魔法もね、ちょっとわかりにくかったのと、あまり、うん、魔法がね魔法がね <laughs> まあこの頃だったら、まだ魔法は弱いのかなよ魔法が弱いというか、ねうん、そんな感じだったかもしれないですね。さあ、だいぶ長いこと話してしまいましたが、じゃあ次行きましょう。あ銀河英雄伝説、ボーステック。これ私はね、全然もう銀河英雄、銀英雄伝って言うんでしたっけ略してね。 これはね、もうアニメでありましたっけ元は小説なんでしょうかね、えー、全然存じ上げませんので、もうさっぱり分かりません。まあ、ボーステックさんっていうのが、えー、こだわってるのかもしれないですけどね、なかなか、うん、いいところだなとは思うんですけど。えー、前作を改良と。あ、ごめんなさい、SLG ですね。 定価不明の88マークス以降です前作を改良、まずマップサイズが4倍になった、また、提督が初めから惑星に配置されている、さらに提督のデータに顔のイラストや経歴が付け加えられた、他には生産コマンドが廃止された。 艦隊ごとに命令を出せるようになった。作、えー、敵や戦闘態勢のままでの移動が可能になった。などが挙げられる。えー、パワーアップモードで好評だったキャンペーンモードもついている。表示も親切にあり、移動の時1ターンで動ける範囲が黄色いラインで表示され、カーソルのある位置までの距離や消費ターンも表示されるようになし、なしえー、機関の向きは矢印で表示されるようになったと。と戦闘シーンがさらに迫力を増し、アニメーションや 3D のグラフも表示されると。と あーまあ、SLG ですね。これね。ごめんなさい。全然わかりません。私ね。うんえー、次はね、バトルスキンパニック。何それたける。おぉあ、アドベンチャーって感じだね。7800の80マックスエサーリコ。うわー、全裸ンラ戦士とか出てるわ、えー。ちょっとごめんなさい。ちょっとあの、水分を。あもう全裸ンラ戦士でなんか嫌な予感したんだよね。<laughs> あ、だからバトルスキンなのか。 とたけるさんもこの方に行っちゃったか。えっ、ー、と、羅針滑殺剣羅針滑殺剣なる怪しいえ武道を操る美少女ミミが地球征服をたくらむ敵と戦うアドベンチャーゲーム。羅針滑殺剣は脱げは脱ぐほど強くなるというスケベ憲法である。しかし弱点があり、脱ぐと自分の羞恥心が上がってしまって、ついには戦闘不能になってしまう。戦闘シーンはカードバトルで脱衣カードを使うと服を脱いでパワーアップアドベンチャーはコマンドが極端に少なくスピーディな展開と。 ああすごいね。ルック、ムーブ、トーク、セーブしかないコマンドが。<laughs> 4択しかないんだよね。これしかもそのうちが1個とセーブだから、事実、実際は3つでやるんだね。ああ、そうなんだね。はい。えー、次は、ピュア2、クイーンソフト、アドベンチャー6800の8800マック製サーックです。ちょっとスクロールがっつりいっちゃいすぎたかな。怖いね。 あ、多分ダメなやつだ主人公の北山は北山なんていうの悟司さん <laughs> 北山五次読めないや。えー、転校してきたばかりの学校でサッカー部に入部した。しかしそのサッカー部は部員3人、女性マネージャーはゼロ。今にも潰れんばかりの状態だ。えー、美人マネージャーがいれば部員がたくさん集まるに違いないと監督の提案のもと、2人の部員とともにマネージャー探しに探しをするに。 えー、することになったのだがというストーリーコマンド選択肢のアドベンチャーゲームで、えー、プレイヤーはこれ何でもさあサトシあサトシでいいのか、えー、となって女の子を探して学園中を駆け回る途中で出てくる女の子はもちろんビシャーザぞろいとんスケベなのかスケベじゃなのかちょっと微妙だねスケベなのか恋愛ものなのかこの頃恋愛ものってあったのかなよくわかんないけどねさあ次はやりたい放題あずゆライ君もう絶対ダメだああ前列は久しぶり ああ、全流通さん、久しぶりだね。もう絶対ダメなやつだわ、これ。えっ、ー、と、アドベンチャーですね。あでもなんか、これだけ見るとね、これだけ見ると、お何ヨーロッパを、えー、とヨーロッパを主体にしたシミュレーションゲームとか思うんですけど、違うんだろうね。ヨーロッパツアーって書いてるもんね。88マックスエサリークですね。定価不明です。あまともだわ。やりたい放題シリーズの第3の、あ、そっか、3って書いてるから、2、1ってあったの 私全然記憶ないんだけど、えー、今回は世界を舞台でまずは8人の女の子の中からターゲットを1人選んでスタートと、えー、コマンドを選択して彼女のいる国へ旅の途中他の女の子が出てきて,出て,きて、えー、その子をンパすることもできるただしやりすぎるとターゲットの女の子に嫌われたりする、えー、ボリューム1がヨーロッパツアーボリューム2がアメリカツアーボリューム3がオセアニアツアーとなっているとえー、どういうことあこの中で3つに分かれているということか ああ。で、一瞬ね、ヨーロッパなのに、オセアニアツアーってどういうことって思ったんですけど、違うんですね。あ、でも、ヨーロッパツアーって書いてんだけど、え、どうなんだろう。これ中に3つがあって、これヨーロッパツアーは第1弾、中の第、あ、ボリューム1ということでいいんだね。で、これがどう見てもエジプトの方に行ってるから、えヨーロッパツアーでエジプトまで行くのエジプトはアフリカだよね。 でもアメリカツアーにもそんなないし、オセアニアっていうと、オセアニアはオーストラリアの方だっけあの辺だったと思いますね。オセアニアはあれ南北ぐるーっとくくってオセアニアだっけ日本も含まれるんでしたっけあんなことないかいや、またバカなこと言ってるね、きっとね。さあ次行きましょう。うわー危、ね、俺、えー、サイバーブロック、メタルオレンジ、えー、カスタム。うわ、聞いたことない。あくそですよ。うわー、すっごい映画。映画綺麗ね。もうアニメだね、ここまで行くと。ねえ。 7800-88マークス SR 以降です。でもちょっと露出が多いんでやばい気がする。ああ、ブロック崩寿司あ、サイバーブロックだからそうか。あこの頃、アルカノイドがもう出てたのかな、アーケードでは。あアルカノイドの88もあったよね。確かね。もう私言ったよね。えー、だからもうすでにあったんですね。 お色気っぷりのブロックを崩しゲーム。画面上の破壊可能なブロックを全て崩せば一人クリア。途中敵や特定のブロックを破壊するとカプセルが出てくる。これを取ると事業はパワーアップすスそのままある可能よだね。パワーアッスは全部で7種類あり、そのうちいく,つかいくつかは併用することもできる。女の子は全ステージをクリアすることに1枚ずつ脱いでいく。やっぱ脱ぐんだ。ねディスケット ABC で表裏エンベロープ。エンベロープは封筒って意味だっけ 確かそんな感じの意味だったと思うんですけど、えー、次はクラックスハドソンちょっと待って手抜きにも程があるような <laughs> 何このベーシックで書いてるような <laughs> ベーシックのライン文とペイント文で書いてるようなあ下が違うかエトセトラって書いてますね7800円の88マークツエサリですあでもゲーム画面は結構凝ってるような感じがしますね何も書いてない音ゲーこれ なんも,も書いてない、ねうん、あこれで一通り終わり思ったより早かったね、まあ、今回目をつぶらなくていかったのはあるんですけどこれは本当なんかめちゃくちゃ綺麗だねいやほんとこれこれが注射器に見えるんだけどね私ね <laughs> えっとあこれこれ肩パット入ってんのあなんかガンダムみたいになってんねでうんで、うん、やっぱりね グラフィックが格段に上がってます、ね、うーんあ。やっぱダイナソーかな。<laughs> 私実際やったから <laughs>。いや、大変だったこれ、ほんと。あとは、あ、でもこれ MC とかも出てきたんで、ね、MC88MC MC とかね出てきたんで。 あ,あとはこれだね。うん。武将、風雲録。でも、これだけ読んだら、なんか、すごいしんどそう <laughs>。営業しないといけないのは接待とか言うのかおかしいよね。購入する方が接待するってね。うーん。なんか、おかしな感じするんだけど、まあ、そんだけ欲しいもんだから、鉄砲とか鉄がっていうような感じなんでしょうかね。うん。ントとっと。で、ドラゴンナイト2。うん。まあ、序盤ね、いきなりもうシステムハウス王から始まってね。 えー、それじゃあね、いい時間になりました、えー。この辺で終わっておきましょう。2000じゃない、1990年の12月ですね。次回は、あ、次回は発売未不明があるのか。えー、次回はまだ1990年も終わりませんね、えー。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。